はいみなさんこんばんは2013年5月12日日曜日夜11時ですアップルニューストリームワンボタンの声第160回始めてまいりたいと思います私は進行を務める山村と言いますどうぞよろしくお願いいたしますさああの今日は白服なんですけどねちょっとうまいこと抜けなくてごめんなさいねあの白服着てるせいかあのなんですかね 台形に座ってる台形でわからんか。まあ、そんな話はどうでもいいですね。先に、あの、初めて今日ご覧いただくかのために、当番組の紹介をまずはご覧ください。この配信、および録画を初めてご覧になる方へご案内です。Apple ファン向けに配信しているインターネットラジオ、ポッドキャスト番組、Apple ニュースラジオワンボタンの声、毎週火、か、もく、どうの朝に配信している無料で聞ける30分の番組があります。 今ご覧いただいていますこの番組はそのワンボタンの声のライブバージョンでユースリームを使って毎週日曜の23時からお送りしていますポッドキャストの方もぜひ iTunes などで見つけてお聞きくださいはいということでいつものようにスカイプつないでまいりたいと思いますもしもしはいどうも松尾ですはいどうもこんばんはです 大江、えー、先生は今コールはかけてるんですけどちょっと出られないので、はい、えっとちょっと今日はまだ状況わからないというお話でしたねですからあの前回前々回と大江先生がコールしてる音がどうしても私の方で分かりにくくてはい、はい、タイムラインで皆さんに教えてもらうということが続いてますが、はいえー、そんなわけで今週も皆さんどうかよろしくお願いします <laughs>、はい、<laughs> あれなんででしょうねスカイプのコール松尾さんの時コールしてる時は私最初分かってるのになんで、はい あとのコールの音、私、聞こえないでしょうね。コールえっ、ー、と、えー、今おっしゃってるコールっていうのは、大、はい、井先生の方から参加できるよっていうことでかけてください。あのピョ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 っていう音が、はい、あれがね、聞こえないんです。ポッドキャストいつも収録してる時はそれがあったらわかるんですけど、はい、ユースやってる時ってあんまわかんないんですよね。ただ、ただあと、 私の方からコールすることってあんまないですよね松尾さんから、私から松尾さん、さっきコールしてるからね。えっと、そうで最初はそうで。いやあの、さっき山村さんは、はい、僕がなんかやってるときは聞こえるんだけど、大、はい、井先生からなんかかかってきたときは聞こえないみたいな。え、そんなふうに言いましたっけ何, <laughs> 何が、僕の何は聞こえるけどって言ってるんですか、えー 音は聞こえるけど音は聞こえるっていうか松尾さんが喋ってる音は普通に聞こえてるんだけど大泉、はい、先生からの「今意見で」でピョピョってスカイプ鳴らしてくる音が分かあ、はい変言うたんですね、はいはい。ということでそ,それがさらに、はい、なぜリスナーさんには分かるのかそう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 それも私も分からへんねん。あちゃんといやそうじゃなくて音で分かってるんやと聞こえないのかなって<ー>皆さん書いてらっしゃるんで。 はい、そしたら、えー、山村さんの方で組んでるシステムね。がね音声信号のルーチンがそういう風になってるうか,、ねか。今ほんで、先生コールずっとかけてたが、切れて、ポンって音が、今それはこっち、今わかりました。あ、僕も聞こえましたね。ねはい、まあ、あの、ちょっと気をつけていきたいと思いますけども。はい、はい、あの、たくさんの皆さん、こんばんはと書いていただきまして、ありがとうございます。ね、ええー、と、ですね。陣内さん今、突然暑いですねと書いていただきまして、あの、半袖着てるからですかね。<laughs> そういうことじゃないんですけどね。はい。 孤独さんは今晩、さっきまでポンポンペインで配信に間に合うか危なかったですということで、あそうなん私、毎週ですよ、<laughs> もう22時58分ぐらいの時にに、はい、あら、痛えみたいな気持ちで <laughs>、はい、言う時もありますが、はい、まあでも、あの録画で見ることもできますけど、はい、あのリアルタイムに間に合わそうとしてくださ、ねね、っているとしたら、ありがたいですけどね。はい えー、伊達直さんから、まるで志村後ろ状態とね、<laughs> それって、ひょっとしたら今日の秘書さんのことを言ってます、そうじゃない,よ、ね、<laughs> いやあの、えー、出てる本人が分かってなくて、<laughs> 後ろから、はい、だからちょ、あ,ういうね、あの怒り屋さんが来たぞっていうのをこう、はい、視聴者が、後ろ、はい、後ろっていう、あの感じが似てるということですブラムルさんから、いつもぴょんぴょんってなってますねシステムを拾っているんじゃないでしょうかと。 そうなんですけど、その音がなぜかこのイヤホンに、これあのねえー、とよく皆さん録画、録画の方も見ていたこと分かるんですけど、私、実はイヤホン、左と右に1本ずつ入れてるんですね。はい、これ、実は違う音源なんですよ、左と右は。あ左でミキサーの状況を確認してて、右でスカイプの状況を聞いてるんですよ、これ。 はいはい。<laughs> まあそういうちょっとあの左と右から違うこと聞いてるのを脳の中で整理してるっていうことをしてるんですけどね、私。はい。はい、これも外部ミキサーがもう一台あるとか、えーはい、あの Mac の中でそういうふうにルーティングを組むと解決なのかもしれないですけど、けど今のところそういう方法で、はい、方法なんですよ。やってます、ね。はい、えー。ピュアジャンクさんからお久しぶりです。今日はフロリダタンパからこんばんはといただいてますが。なんと。 フロリダにタンパという場所はあるんですかねあタンパって聞いたことありますけど、フロリダだとか、ちょっと、ねはい、意識したことがなかったですよくね、この時間やとお風呂から上がってフロリダでしたみたいな書き込む方 <laughs>、いらっしゃいますけどそういうノリではなさそうです,、ね <laughs> ですはい。ピアジャングさん、本当に海外のお仕事、いろいろね、行ってらっしゃいますから、多分そういうことなんだと思いますが、はいえーまあ今日のタイトルは、あの昨日の敵は今日の友というね。 ちょっとなんかどっかで聞いたことあるような言葉をしたんですけどもう皆さんねウェブでニュースで見てらっしゃると思いますが来週は GoogleIO があるんですよね5月の15日から17日、はいえー、まああのもう知ってる方は知ってると思いますがアップルもマクワードとかあるいは w w d c とかでね強く使うモスコンセンター モスコーニセンター、はい、って言った方がいいかな。あのー、カタカナで「モスコーニ」って書いてることが多いんですよね。ねはい。あの会場を使って開催されるんですよね。で、まああのー、ポッドキャストの方でも昨日ちょっといろいろ喋ったんですけども今ある状況としてアップルは我々がよく知ってる通り iOS デバイスで今すごく気を入ってるところありますけどグーグルはグーグルでいろんなサービスとかねハードウェアも出してて。 それを見ながらマイクロソフトさんがちょっとなんかすねてるような感じが、これは私の試験ですからごめんなさいね。あの、チェーンみたいなことを <laughs>、あの、あちこちこうね、それはちょっと違うんじゃないか、みたいなことをね、言ってあるような印象が私にはあって。ああ、そうですか。ええ。で、アップルさんって昔は IBM さんに、ようこそパソコンの世界へみたいな、ちょっとこう、喧嘩吹っかけるじゃないけど、はい、あのね、 えー、パソコンの世界分かってんのかみたいなことを言いましたけどもまあ挑戦的な、ね、そういう広告がありましたねはいはい、はい、でもその後はパワー PC 陣営でねお互い仲良くやっていきましょうみたいなことを言っていつまか、はいいつまいか IBM さんもパソコンやめちゃいましたけどやっぱりこう IBM も互換機事業をやってて、はい、その、えー、まあ、えー、チップ と OS CPU と OS をやるのがおいしいんや <laughs> ということに気づいて、パワー PC をね、ね、やろうとしたっていうことだとだ思いますそんなふうに、今ですからね、これは単純な私の思い込みだけで言うんですけども、やっぱりアップルさんとマイクロソフトさんとグーグルさんで、ちょっと睨み合ってるところがあるんに違うかなと、ちょっと思ったりしたんですよ。 それでちょっとまあこんなタイトルにしたんです、ね。スマートフォンというか、はい。で、あのモバイル三国志みたいなことですか。三国志ですか。<さ> <laughs> あの登場人物というか、はい、あの、ええ、そういう三三つ争うとすぐ三国志みたいなね <laughs> ところがどうしてもありますけども <laughs>、はい。もうね、はい、昔からなんとか三国志とかいう漫画多いですよね。はいはいはい。麻雀もケモ麻雀ケンショクあるのかな麻雀なんとか三国志とかねやったりするわけですけど、はい。 あのたくさん皆さん書いていただきまして、えー、とマックラブ JP さん家のミスター寝落ちせず最後まで拝見できるかな頑張るぞとはい、はい、無理はなさらずに、はい <laughs> はい、でも、ええ、あれですね最後まで、はい、最後まで聞いていただけたら明日寝覚めがいいっていうこと、はい、で、はい、根拠ないですねはいえー、と思うわけですよでちょっと最近のグーグルはねやっぱりあのこの製品が 一番話題を巻いてるのかなというので、えー、ちょっと今ね、その絵をどれやったっけっていう話がありました、ありました。えっ、ー、と、これですね、もう言わずもがな、岩相撲が o g グーグルグラスですよね。はいはい。はい、でも、これ、一部の方には手に渡ってるんですよね、開発者の方に。あもう一般、開発者の方で、はい、あの希望すれば。はい もう変えてる状態えと、ね、これは購入してなのか、それともあ,のある特定の方にベータとしてベータ版として使ってもらってるのか、<あ>ちょっとその辺私、よく把握してないんですけど、あのとにかくメディアに今、グーグルグラスはこんな風に使ったらこんな風になりましたというような情報がどんどん今、出てきてるんですね。で、いろんなウェブサイトで、そのちょっと今日リンクには入れませんでしたけども、グーグルグラスをつけてオートバイ乗ってみましたとか。はい これ実際オートバイ雑誌、アメリカのオートバイのウェブサイトの方にね情報に上がってたりとか、結構今、してるんですよ。Google グラスをつけると、彼女ができましたとか、はいあ、そういうのはないですね。見る見る筋肉がとかいう,やつそ,うそういう系の記事ではないです。 いやだから来週その、まあもえーと、この録画をご覧いただいている方にとってはもう今週ってなっている方も多いかもしれないですけど、まあ、GoogleIO で Google グラスがもっと飛躍的に何かという情報が出てくるのかはい、はい、あるいはもっと違う何かがまだ隠し玉あるのかというね、はいえー、ちょっと今、いろいろうわ噂が飛び交っているんですよね。はははい、はい、はい 研マ孫さんから新しいネクサス7が出るのかに期待と言われててますがネクサス7の7って考えてみたらネクサス1から7まで上がっていったわけじゃなくて、はい、最初からネクサス7。はい そこなんですよそこがねウルトラマンファンとしてはすごく気になることなんですよね。下田そっちに行きますかどっちもいるんですよ、ウルトラマンネクサスもウルトラセブンもいるので、これ2つ取るってどんだけ贅沢なネーミングとか最初思ったんですけどね。むらい村山さんからはワインは注げないグーグルグラス、そういうんじゃないですけどね。 えー、まあ、Google さんは多分なんか、この後もみんな、わーというようなもの、多分なんか、発表を用意してはるんやと思うんですよ。まあ、やっぱりそういうのを、ねえー、持ってきたいでしょうね、はいで。去年も確か、一昨年もでしたか、YouTube のライブを使って、あのモスコンのところから、ねはい、発表会のやってましたよね。やってましたよ。ねでまだ今年も多分だから、えー、と日本時間で木曜の夜になるんですか、あれは。 ああすみません、<分>これが、w d c 基調講演とかだったらチェックするところですけども、グーグルはあまりチ,、ね、<laughs> チェックしてませんか。完全にもチェックしてないですでも多分あの水曜か木曜の夜、深夜、多分ん、いつものことだと、日本時間で0時とか1時ぐらいからですか。はい はい、やると思うのであの我々、まあ、私も別にそれを生,中生ライブでこう、まあ、実況中継しようとかそんのは考えてませんけど、われわれ、アンドロニュースラジオ、ワンボタンの声では完全に生中継をとかしないです、ね。<笑><笑>で、アンドロやねん。<laughs> <laughs> いや、さ最後は言うのが、うん、すみません、ね、めんどくさいんですよね、アンドロイドまで <laughs> はい、はい、えー えーと文6203書き込みが反映されていないと書いていただいてますけどもちょっとあのユーストの今ツイッターのえーと取り組みがちょっと遅いですから、ね、ちょっと一回リセットしますはいこれでまだもう一回入るようになると思いますので、はいえー、O13 by KYH さん Google グラスって去年の GoogleIO で発表されたんでしたっけもう1年経つのかとそうですああそうですねあのなんかスカイダイビングして、はい はい、会場に降り立つというそういうデモンストレーションがねあ,ありました、ね、そうや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 。ね、スカイダイビングスカイダイビングやったことありますか？いや僕はないです。私もないんですよ。どうやいうねどうしよう。はい。楽しそうですけどね。はい、あれでもスカイダイビングで例えばアイフォンのツイキャスやってる状況、はい、そいつをこう。 なんかめっちゃ高いところからがー落としたら、はい、一応手元のパソコンで落ちる様子は生で見れますよね。ああ、まあまあそうですよ、ね、疑似 <laughs> 体験はできそうですけど。疑似体験、なるほど。 うまいこと小型のパラシュートが途中で開くとかね、はいはい、そういうふうにする、ね、といいかもしれないですね、はいええ、でまあそのままどっか飛んでいって二度と帰っていけないっていうふうなそれはいまあ実際には怖いんでやらないですけど、はいはいね、あのえなんかこう事故とか起こってもいけないんでやらないんですけどこう、はい、上からこう紐ででんかつった状態で落とすとか はい、そうするとそれっぽい映像は少し撮れるれい <laughs> バンジージャンプ状態バンジージャンプ <laughs>、はいえー、まあそんなことなんで、あのーまあ、来週のどっかで、またそのグーグルさん、いや、すごいなみたいな話は、どっかポッドキャストとか、ひょっとしたら号外出すかもしれませんけど、まあ、なんかそんなんでね、はいはい、お話できたらと思ってるんですよ。はい、はい まあそれにしても、あのーまあ、さっきはその私の勝手な思いで言いましたけどアップルとグーグルとマイクロソフトさんこの3社みたいに言いましたけどね結構ソフトウェアでもそんなあるでしょソフトウェア、うん、OS に限らずいろんなジャンルでグラフィックの世界も Adobe さんが結構大きく手広げちゃった感じがあるからあんまり今最近そういう話題もないけど昔はね、はい、あのー イラスレ対抗するフリーハンドやとかそういうふうに何かに対して何かっていう感じがよく言われたものですけどねはいはいはい松尾さんの大好きな「ファイナルカット」もねアドビのプレミアちゃんと言えた全部プルミエって言ってしまうけどねはいはいみたいなものはありますしありましたありましたというかはいありますよ今も今も両方とも思ってますよはいねえ そそうそう昨日ねあの、ポッドキャスト収録の時聞くその収録前に喋ってたけど、本編で入れへんかった話として、フォトショップエレメンツの話があったじゃないですか。はい,はいはいはい。で、あの、マック版がね、今、マックアップストアで買えますよという。そうですね,ね。で、なんか、フォトショップエレメンツよりまだ安いのが、なんか、一個あるんですよね。あえっ、ー、と、それは、プレミアの、はい、なんかあ、プレミアですプレミア、プレミアレメンツのなんか、プレミア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 、 限定版みたいな、機能限定版みたいなやつでしたよね。名前忘れてもかえっとね、Adobe Premiere えー、っと、ちょっと待ってくださいね。今ちょっと検索してます。すみません。用意しとけという話ですけど、ごめんなさいね。えー、っと、Macup Store、賢いですね。Adobe、えー、っと、あ、出えへん。機能あったのになあれプレミアでしたっけそうですね。プレミアですね。 <laughs> ええー、アドベプレミア、エレメンツ、はい、イレブン、クイックエディター。はい。っていうやつですかね。はい。イレブンクイックで出るかな、今ちょっとね、マックアップしたで検索してるんですよ、ちょっと待ってくださいね。はい。えー、セミマルさんからリロードしても映像が止まるなんでや、三つを。なんで三つをやね。えっと。はい。今ちょっと。あれですよ。はい、どんな。クレームみたいな激しい内容でも、最後に。 はい、3つをってつけると、<う>あの、柔らかい感じになるに、<laughs> あの、ウドチュルさんで言ってました。あ、そうですか。はい。今、ごめんなさい。ちょっとね、すぐ検索しても出てこないんです。あ、今出てきたかな。えっ、ー、と、これ、ビデオ、ビデオアプリですね。ちょっと入れれるかどうか、この画面小さになれへんねん、これ。でもちょっと待って。マークアップスターの画面だけはね、どうしても小さになれへんので、ちょっと。 入入りにくいいんですすけど無理から入れてしまいますちえっとマークアップストアで売られている、えー、先ほど話題に上がってましたあのアドビプルミエエレメンツブンエディターっていうね今プルミエてあすいませんプレミアねはい、はい、最高のムービーがたちまち完成というね、はい、えとお値段お安くてあでもごめんなさいこれは6900円の高い方かこれのクイックですねはい ククイッどうやって検索したらいいんやろう <laughs> しまった <laughs> アドビーで検索して上の方に出てくると思いますけどね、はいはい、2600円のやつ。えー、いやはい、2600円のちょっと今すぐ出ませんのでごめんなさい、うんはい、用意悪くてごめんなさいね。あのそういうマークアップストアとかを検索すると結構ね、昨日は意外な発見があってって話をしてたんですけど。はい、はい えー、アイノさんからは、アドビーはついにクラウドオンリーになりますね、アドビマスターコレクション7開発しないと発表しましたねと、はい、その辺のお話、ポッドキャストでしゃべっておりますので、はい、聞いてくださいね、はいえーと。キャプテン田中さんからは、iPadmin でも会長に受信中と、ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じで、わりとどの企業もハードもソフトもね、成熟の域に達してきているように私は思うんですよ。もちろんあの ベンチャーで新しく出てきてる産業も世の中にはありますけど、うんはい、だからなんかア,ドアップルさんはでもその長い歴史の中でうまいこと渡ってきたよなと思いますよね。今日の大トレじゃないですけど結局マイクロソフトさんとも OS っていう点ではすごくもうガチでねあの裁判したりしましたけど、はい、でもそれ以外のところではすごくちゃんと強調してるじゃないですか。争ってはいても。えー あの協力するところは協力する。まあお互いメリットがあればんていうあんま気にしない,いはいはい,はい,、はい。そういうところありますよね。ねはい、ですからまああのタイムライン上でも皆さんでもあのなんかそういう昔の家やったやつとも今とは仲良くなったみたいなそんな話が。いや,やっや <laughs> そんなないですか。はい、私ね中学の時そんなあったんですよ。名前出したこう部屋あるから S コンとしておきますけどね。はい <S S 君ね なんかしないとちょっとムカついてたんですよ、私、はいはい、中学1年生でね、はい、まあそういうこともあるでしょう、はい、中学生やったら、単に、もの言うたことないだけで、なんとなく嫌なやつと思い込んでるんですよ。ああ <laughs> <う>、そういうことですそうですよあの出席番号も席も離れてるから、あいつ、どんなやつなんやろうってこう、教室の端から見てて、こあいつと絶対友達になれんよなと思ってたんですよ。はいはい、で、なんかの時にそのなんか貸して言うて聞いたら、貸してくれへんかったんですよ。なんか、はい バインなんか余計嫌いになってはい、はい、あいつ絶対嫌い嫌なやつやきっとと思ってたんですけどなんかの表紙にそいつとトランシーバーの話になったんですよ、はい、そしたらやたらそのトランシーバーのことを教えてくれって私に聞いてきたから私は教えてあげたらはい、はい、えらい感謝されて「はい、やっぱ岩村すごいなお前トランシーバーやったらお前に聞いたら何でも分かんねえんだ」みたいなこと言われて。はい そこからね、なんか仲良くなってね、そこからもう卒業してもね家近かったから、道で終えったら、あどこ行こうみたいな感じでしばらく話し込んだりとか、はい、すごく仲良くなりましたね。子どもの頃はそういうの結構あったと思いますね。なんか<え> あんまり馴染めないこうやったら、最初はお互い警戒する。それぞれのこう仲間同士でちょっと張り合うみたいな感じ。あるんだけど、い,はい、いつの間にかそんなことが何だったんだろう。仲良くなる <laughs> ね。そうそうそう。ね。いや、まあ、あの、十代の時は一人の女の子をね、取り合って。 いがみ合ってでも両方とも振られて後で仲良くなったということもありましたけどままるで青春映画みたいなでもねちょっとじめじめした感じではありましたけどね <laughs> はいはいはい,、はい、いや実はその女の子にはもう一人我々とは全然違うところにもう一人あのかっこいい彼氏が隠れておったということが後で分かってねそそうかそうかか ドロドロの四角関係ではなくて三角関係以上ということですだから山村さんとお知り合いの人はフラ、はい、れたっていうことですねメタルさんからトランシーバー懐かしいと <laughs>、はい、CB, ーー CB 無線の、ね、トランシーバーの話ですけどね、はいえー、とブラウンマルさんから奇抜なアイディア商品でないともうヒットしないですよねという。 あさっきの三国志的なその、もう完全に三国志ってことになってしまってるけどそのデバイスとか、イスね、ソフトもハードも成熟の一気に達してきたっていうお話ですかねかか、うん、せえけど、あのー、いつもそう思うんですけど、なんでこんな簡単なこと誰も気付けへんかったんやろみたいなところは出てくるときあるでしょ。あーサービスとか 製品が出てきたとサービスとか出てきたときに、うん、なんで今までなかったんやろっていうそう,そういうことですかで<っ>よくよく探したらいや実は何年か前にそんなんあったけどはやれへんかってみたいな,なようあるんですよ早すぎたんだああまああるしまああとはねやっぱりブランド力かなと思いますねあの小さいベンチャー<や>ベンチャーの会社さんが こうちょっとだけ頑張るよりは、やっぱり大きい企業さんで、大々的なキャンペーンとね、一気稼いでばっとこう、もう今日発表、今日売りますみたいなね、そういうことした方がやっぱり世の中には受け入れられるのかなと思いますよね確かに。はい、松尾商店のウォークマンよりも、ね、ソニーのウォークマンの方が売れそうですよ。なんか、例えがちょっと強引でした。<laughs> はい <laughs>、はい えーとソルトさんからもただいま着席しましたといただきました。はみ、いえー、パパさんがリロードすると金髪のベンジャー企業家がしゃべってくれるけど聞き上げたとあ今日のユースこれご覧いただいててリロードかけたら CM 出るからっていうことですねすいませんね僕,、はい、僕は今日あの開始前、はい、ちょっと早めに着席したんですけど、はいはい、珍しくネイティブインストゥルメンツの、はい、コンプリートって読むんですかね。 コンプリートナインっていう、うんはい、そういう音源、あのソフトウェアシンセとかのソフトのコマーシャルでした、はい、あ,あそうですか今日のニュースとー、はい、なんかいつもとは違うコマーシャルが流れてるんですねそうですね、僕がこれまでよく、あのスタッドレスタイヤとか <laughs> じゃなくて、また新しいもの入って <laughs> もうスタッドレスタイヤの悪口、前ちょっと言っちゃったから、あれからちょっと反省して、私がね。 僕は悪口言ってないですけど、ね。はいはい。はい、まあ反省してたんですけどね。はい。あれからもう毎日スタッドレスタイヤ履いてますよ。そんなわけないやろ、ねま。あのー、す,すみません。ちなみにあの、はい、あの,<え>あのバイクは結構ゆ雪道は非常に危険な気するんですけどスタッドレスタイヤ的なものを、はい。 っやっえっとですね、車ほどの車重があれば、ああいうのあるんでしょうけど、はい、やっぱオートバイでああいうスタッドレスにしたところで効果ないみたいで、私もそんな実際、経験ないからあまり詳しいよう言いませんけど、えーと、スパイクタイヤっていうのがあります、あはいはい,はい。あの,ネジの秒をね、バイクのタイヤの一個一個の突起の上に打ち込んだような、はい、そういうのは寒冷地仕様のバイクにあったりします。ででででももそれぐらいすすね、はい、あのバイクのチェーンっってあったんですよでも これはね、バイクを壊すっていうことで、みんな怖がってつけんっ <laughs> うん、なんか、あええ、そうそう、イメージ的にすごいこ壊れやすそうな気がす、ええというか、チェーンいけるんかなと思っちゃってますはい、はい、あるにはあるんですね。ありますあの、結構昔のそういうのを見てるとね、つけた例はあります。文録20さんがリロードじゃなくて、左下の一位停止、再生をクリックしたら CM は出ないと思いますと。頭いいそうか こえっ、ー、とね、こう、画面上でいくと、こうなるから、この辺ですね、この辺の停止を押せば、<laughs> あのそれできるということですか。はいはい,、はい、はいはいはい。えー、ブラフォードさんが言っても、あれですかね、はい、やっぱり効果はあるですかっていうことですかね。かねはい、はい えー、上州屋さんの CM が入ればいいのにと僕は大歓迎ですよ、上州屋さんの CM、ね。せっかくやからここであの画像だけ出しましょうか。出しましょうか。ちょっと待ってくださいね。えー、すみません、ちょっと用意してなかったわけ、ごめんなさい。昨日あんだけ話してたのに、えー、っと上州屋さんはビッグフィッシングのスポンサーやってたかな。はい、あの以前はちょいちょい見ましたけどね。はい、ビッグフィッシング ビッグフィッシングという地上波の番組があるんですけど、えー、っと、ちょっと今、やっと挟み込めるかなということで、一回栄養挟み込んでみますけども、上、え、州、ー、屋、釣り具の上州屋、これ、あのー、ユーストしか見てない方には、何の話するんやろう、今からって思うかもしれませんが、ポッドキャストの方で、ちょっとそういう話題があるんですよ、それ詳しい方、はい、ことは、今週のポッドキャスト聞いてください、そこでまた言ってますんで。松尾さんはその これ大阪の上州屋さん行ってこられたんですねそうですね、これ、枚方店ですから、そうですか。で、まあ、結果はまたポッドキャストで喋りますけどね、実はあんなことがこんなことがね、上州屋であったという。なんと、あれですね、ちょっと思わせぶりな、期待を抱かせるような感じですけども、こういうね、釣り場速報とか、潮時表とか、こういうのをゲットされてきたという。ははいい これね、あの、実は潮時報ってあの、海釣りするから結構必要な情報でしょう。はい、アプリがあるんですよね、これ。ああ、あります、あります。だから、えー、あの、僕も、これ別に、インターネットでも見れるんやけどと思いながら、一応、もらっといたっていう感じです、ねはいはい。ええー、ねえ。あれもしかしてこれ、なんか、バッテリーかなんか映り込んじゃってる <laughs> あはい。 あこれ意図せず、ーロの,、ねはい、あのモバイルバッテリーが映り込んじゃってますけども、そういう,う、ね、ことなんで、まあ、今週のポッドキャストで詳しい話、まだ言ってますんでね、聞いてくださいね。はいはい、ね松尾さん、本当ありがとうございました。いいええさっきは Google ググさんのお話しましたけど、一応おさらい的にじゃ アップルさんの方の WWDC はいつやるんやということでね、えーとはい、こちらはですね、えーと、来月です、6月10日から14日、サンフランシスコで開催です。またね、この情報を追いかけていこうと思いますが、本当、6月以上あの、イベント盛りだくさんなんですよね。はいはい。はい、えーえー、っと、そうですね、はいあの、ハウステンボスの紫陽花祭り。 とかもありちょっと待って待ってそれはえっ、ー、と長崎のお話ということですねそうです、ね、はいはいはい、はいえー、AGM 長崎もね6月8日にありますそうですはいえっ、ー、ともうもう満席だったっけなんかそういう噂が長いちょっと今、あのー、確実に見どころマジですかちょっと結構もう残り少なくなってるっていう、はい、話はありましたねあっ,っ,ったと思うんですちょっと今ね見ときますちょっと待ってくださいえっ、ー、と AGM のあの開催 かなはい、参加者申し込みページまでちょっとチェックしてますよまだ参加登録のフォームが開くので多分まだ今現在はお申し込みできるのかなというところですけども、うん、はいはい、はい、えー、っとですね村正さんから画面上に出る英語の広告をクリックしてしまったら激しくセキュリティソフト反応しました危ない危ない <laughs> そうなんですかはいセキュリティソフトやっぱりちょっと判定なんていうんですかね はい、きつめになってたりすることがあるんですかね。だからそんなにこう、やばくないリンクでも反応することはありそうですよね。はいはい、はい。えー、っとですね、今、もうちょっとね検索ちょっと時間くださいね。すみません、ちょっと上位が悪くてね。今、ちょっととあるイベントのね、えー、っと、チェック中なんですよ。はい。えーなかなか 今週はあの自然は読んでないけどもね、あの段取りが今日悪くてねあんまり準備できてなかったんですよですいませんね、はいえーまあ、そういうこともありますわねたまにはねはい、はい、えっとはい、はい、あのー、こちらはまだ大丈夫かな大丈夫だから告知に入れても大丈夫かなはい,いや締め切ってたら、ね、いけないからと思ってもチェックしてますよ、はいはい えーと名古屋でもねイベントがあるという情報であの今、メタルさんもねタイムライン上にいらっしゃいますので、えー、とこちら、バック・トゥ・ザ・アップル・スタイルというイベントがアップル・スタイル・オフ2013として開催が、はいえー、6月の1日<た> 1>、えー、開催です、えーっと。これはジャズクラブミスターケニアズ、えー・ケニーズ。 ケニーズ、えー、ミスターケニーズというお店での開催ですね。大阪にはミスターケリーズという、ねはい、ジャズのライブハウスが、ああるね、ライブハウスというジャズクラブが、ねはい、ありますけども、今あのその URL もタイムラインで流します。はいえー、と参加費5000円であのオンラインから申し込んでいただくと参加、登録できるということになってます。前売りで、ね、今やってますね。 場所は名古屋市中区金山とお見せしますか。はい、というところです。ちょっとね、まだ六月一日、私がちょっと絞り込めてなくて。あの、できたら、ね、早めに参加できますとか、公表したいんですけど、ちょっと今日のこの現在で。絶対行きますと、予測できてなくて、はい、ごめんなさい。はい、ちょっと、だから、イベント情報だけ、先まずお知らせします。はい。はい、僕は残念ながら、その日は参加できないですけど。<ー>はい、ね、ごめんなさいね、日程がね、合わない、ね。また、こう、はい、あの、どんな感じか。を、はい はい、教えていた,いただけるとありがたいですけどね。えっとですね、もろめいさん、行きたいけどな、長崎と。はい。はい、こういう時はいつ行くんですかって、気振った方がいいのかな。ただ、今でしょって今行ってもまだやってないん、ね <laughs> そうね。そうやん、ね、はい、そうやん、ね、そうやん、振り方失敗です、ごめんなさい。りんぐ塾さんは、はいあ、僕も参加しますと書いていてませんこれはあの、アップルサイズさんの、ね、オフの件ですね。 えーっとですね、はい、えー、っと東錦さん、長崎までに仕事が片付かないので、東京と沖縄さん希望と、あーなるほど、日程がちょっと合わないということですかね。はい。えー、っと、まあ、そういうふうにイベントの情報も、あの、大阪の情報もね、えー、っと、また、分かり次第、分かり次第というか、分からんことないですけど、今、ページができてなかったら、あれですから、ページはできてるかな。ちょっとまだページじゃないですね。はい。 えー、またおってお知らせしたいと思います。すいません、はいえー、で、ね、ちょっとあの話、全然ずれるんですけどね、ちょっとこういうのがあるんですよ、えー、っとアフガニスタンにも、ね、アップルストアができてるらしい。アフガニスタン ちょっとネタの香りがしますあそい。え i、ー、とギズモードジャパンにあった記事でとうとうアフガニスタンにまで進出したアップルストアを覗いてきましたという記事で、はいえー、アップルストア、ごっつわ分かりやすい写真ですよアップルストアアフガニスタンで書いてあるねんこれ、はい、<laughs> こんなんありな、はい、<laughs> もう自由ですね自由ですね、はいえー、もちろんアップルは非公認ですけどねって書いてますけど <laughs> やっぱりそこで、その店にも iTunes の画面とか出てると思うんですけどね、何がどんな映画とかが見えるんでしょうね、ランボ3、怒りのアフガンとかがね。なんでそんな映画やるわけあんねん、わざわざ。なんでそれ選ぶん いいやもう、ねはい、わわかんなでもねあの、えーと、いわゆる中東とかあの地域、まあ、いろんな国ありますけども、はい、で作られる映画ってものすごい今、この何年かで評価上がってるんですよね。あそうないろんな外国の映画って今、まあ、オンラインの見やすくなってることもあって発表しやすくなってるということもあってで、はい、やっぱりそういう触れられなかった人たちがあこの国ではこんな映画が作られてるんや。 っていうことですごく注目して、なんていうんですかね、ワールドワイドシネマっていうんですか、ああいうのはよく知らないですけど、なんかそういう分野では評価が上がってるっていうね、見ましたけど、はいはい、私、有名なんで、あれまた見たいんですよ、UFO 少年アブトラジャンっていう。なんか聞いたことある,る <laughs> えっとね、どっかやったかな、イランかどっかの映画やったと思うんですよ、ちゃうかね、ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。えー、ただ、タイトルだけ聞いたら、なんか、ギャグモンの円盤に乗って、男の子がなんか、 宇宙人と遊ぶような映画を想像するけど、全然そうじゃないんですよ。あれですよね、日本人が聞くと、アブドラジャンっていう名前が、アブドラジャンみたいな感じに聞こえるっていう、そういうことですよね。なんで横浜の方のノリになるんですかまあ確かに UFO 少年と来た時点で、ちょっともうネタっぽいでも結構いい映画らしいんでね。 はいまあ、あのすみません、ちょっとお話ししましたけども、ちょっとね、MacBookPro のマグセーフについての情報もね、あったんで、えーと、その情報もちょっとタイムラインで今流しますけども、はい、えっ、ー、と、AppChannel というサイトがあって、そこで出されてた情報なんですけども、えー、これ、決してお勧めするわけではないですが、マグセーフコネクタの中央ピンを絶縁して、充電率固定で給電,してみ給電状態にしてみたと。これ、MacBookAir のスレッドが立って、その中で、 マグセーフの電源のコネクタの部分にわざと真ん中にテープを貼って 1>,、はい、で1個絶縁するだけで、あのー、充電じゃなくて単に電源を給電するだけの状態にできるとあーなるほど。普通はこのまま繋いじゃうとバッテリーにどんどん充電されちゃうんだけど中、はい、の事情でバッテリーの充電はあんまりしたくないという場合はこれやってみると。 はいはい、できますよということだそうですけども、あのただ、これはあのアップルはなんともコメントしてませんけども、どこからも絶対安全という保証はないので、はいはい、あくまでそんな話があるとだけ受け取ってください、ごめんなさいあの、わむだの声で聞いたからやってみて、怖えたとか言われても、責任取れませんので、はい、ご注意ください、はい、僕もあのこれ、やろうとは思わないんですけど、はいあ、なるほど、そういう仕組みになってるんやと思いました。<笑><笑> マグセーフ、どっち向けてもね180度ひっくり返っても同じようにつながるということが考えると真ん中がどうも鍵になってるなっていうのはわ、ね、わはい、はい、かるわけですよね、はいえー、と東西さんは先ほどの続きでいつか行きたい A チーム長崎とって,いてましたマグセーフ2を今、使ってますけども。あのー 結構磁石、これ、マグセーフ、普通の前のもんよりも強いんちゃうかっと気しますね。ああ<ー>、ええ、強さが、ええ、はず。外れにくい、しっかりあのー、あれですよね、くっつく反面、お子さんが強い力で引っ掛けちゃったりすると、はいあのー、本来の役割が果たされないんじゃないかという、はい、そういう心配ですか。はい、はい まあただ、その今の質問に対して、そのどこのお子さんのこと言ってるのか、よく分かりませんけどね <laughs>、うちお子さんはいないですから<あ>、うちの中ではそれはないですけど<の>。はい、はいそう、そうですね。はい、あのー、<laughs> お子さんっていうのは、山村さんのところを想定したわけではなかったんですね <laughs>。一般論でいうところだよね。ははいはい、はい はい、もうあのおいっ子さんたちもだいぶ大きくなったので間違って引っ掛けるようなことはないでしょう、ねはい、これはねマジ、ま、あのわざとやるよるんですよあこれはあ引っ掛か,かったらやめろよ <laughs> 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 もうねそういうことするような年になってしまってるんですよはいえー、それからですねあのー、これはちょっとまあツイッター絡みのお話なんですけども えーとインディーワイヤーというサイトにあった記事ですけどもちょっと英文で出てますが、あのー、ちょっとちゃんと腰発音せえへんですけどね「えー、a 7 Year Old g i r l CreatesTwoo, a program to save the world from Twitter テレビスポイラーズ」ていうことで、えーとまあ、17歳の女の子がプログラムコンテストで t w ボ o という名前のツイッターアプリを開発したんだそうです。はい でこれ何がすごいかっていうとこの子はあのテレビドラマの続きをねツイッターでフォローしている人が書いてるとすい読んでしまって見てないのにオチを結末を知る羽目になるのでそれが嫌でその特定のテレビドラマのネタを省くツイッターアプリを作ったらしいんですよ。なるほどなえでまあそれが意外にこう高評価で今ね。 話話題になっているというお話だったんですね、今多分ねツイッターのタイムラインの、ね、URL が長すぎて流れなかったかもしれません、すみません。ええ、今、タイムラインでは流れたかもしれませんが、ツイッターでは流れなかったかもあ僕は、そしたら、はいあの、スピーカーの前で、シリ、はい、をオンにするので、はい、さっき山村さんが言ったように、もう一回言ってもらったら、はい、あの検索できると思うんで、はい、って、そんな。 ややこしえっ、ー、と今のあれですビットリーで縮めてあったけど本文が長すぎて入らないんでごめんなさい、はい、本文はもうちょっと短いしますすいませんこれでこれで多分流れると思いますはいえー、どうですか松尾さんはテレビドラマ見る人やからさすがにオチ最初に知らされたらあの怒りのアフガンでしょう <laughs> 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 ねす,すごい、すごい装備ですね。えーはい、まあ、あの、えー、見る前には、あの、はい、ツイート見ないというかな、基本的に楽しみにしてるやつは、はい、本放送の時に見,、えー、見ると、はい、あの、しかも僕が見てるやつって、はい、BS プレミアム、NHKBS の方で見ると、はいはい 地上波より先に見れたりするんで、僕の方が先にネタバレする立場にあるんですよ。そうなんですか。はい。しないですけどね、はい。はい。皆さん、松尾さんのフォロワー、<laughs> ミュートにしとかないと知らされますよね。そうです。まあ、あの、えー、多分もう僕見てるのも、ね、はい、あの、番組でちょいちょい触れてるんで、はい、知ってる人は知ってると思いますけど、えー、あの朝ドラーと大河、はい、あの、 ガドラバンぐらいいしか見てないですええハニワとちくわさんは「私は特定のスポーツの結果を知りたくないです」「F1 はうっかり結果を知ることに」と「ああ F1」F とかはそれありうと思いますね何か何々が<う>あのどこそこなったとかねツイッターで皆さん書くから F1、ね、ですからね世界最速の男、はい とかですからもうみんな書き込むのも早いですもんね、うん、結果をね, <laughs> あねそれは書き込んではいえー、と東錦さん先の「マ a セ o c e の件でプラグをよくなくす「宝富のお絵かき先生」のペン代わりにぜひええどういうことあーあああ 磁石やから、あの、先生って、ああ先生昔、番組で撮りました。はいはい、あれね。それはもったいない使い方やね。あの、小さなお子さんのいる家庭で、おい、誰や、マウセーフの先っぽ持っていったんって言ったら、子供が先生でお絵描きしてたとかね。そなそういう微笑ましき光景が、僕は見たことないです。はいはい。まあ、そういうね、まあ、テレビのドラマもそうですけど、映画のオチ言われたらめっちゃ腹立つでしょ あの映画見に行ってて近所に座ってる人がなんか最後こうなんねんでとか言われたらめっちゃ腹立つでしょ、ね、そ,うそういう場面に僕会ったことないんですよ、ね、3回ぐらいあるんですよ会ったことないですけど <laughs> 腹立つでしょう、ね、めっちゃ腹立ちます、はい、ずっと今まで見てきてるのにもうあと5分ぐらいで終わりいう時間の時に最後何年やねやねって言うんですよもう飛びかかったのかなこれ <laughs> 腹立ちます山村さんがこれから見ると知って 出てではないんですよね。えっ、ー、と見て、一緒に見てるお客さんなんですよ。ああ、ひでえな。二<う>回目見てるて、うん。そういうことですね。これはもう、あるじゃないですか。えーえー、あのー、金返せって言える。<laughs> 金返すはおかしいか。金返すのは映画館やから。<laughs> まあ、かいや、まあね。ジェーとか思いながらね、書いたことも。一回や二回じゃないわけですけど。あの、映画が始まる前に、注意事項とかがね、はい、あの、流れるじゃないですか。えー どんなに足が長くても前の席は蹴らないどんなにドヤ顔したくても、オチを先に言わない、はい、みたいな注意喚起が必要なんじゃないですかね。オチは、まあ、もうすぐ途中のハイライトシーンもやっぱり言われたくないですけどね、次にこんなん出すでとかね、それは言われたくないなとか。 やっぱあると思いますけど、はい、桂川さん「大河」でネタバレもなかろうとのことで、はい、それはそうなんですけど <laughs> 別に僕見てるタイトルとしてこれぐらいしかないということで大河、はい、で,でそういうネタバレ <laughs> ただあの、はい、ここが良かったとかね、はい、そういう描き方をするかみたいのは大河、はい、の,の。うん なんていうんですかね。はい。脚本によっても違うかなとは思います。だから、まあ、そういうの言われたら腹立つ人はいるでしょうね。ええ、だから、松尾さん、嘘ついてとすればいいですか。今日、のあまちゃん。あの、レース本命外れて、怒り狂って馬券破いてたとか。ありえへん、話をこう書いて。で、みんなが、え、なやろうとこう思わせる、どうですか。リムーブされ。ると思いますね。<laughs> はい。別に。そうですか。全然リムーブされたっていいですけども。<laughs> はい。ね。

えーとまあ、今、これ、松尾さんと私ね、スカイプで話してるじゃないですか。あ、ちゃうわ、ごめんなさい、ちょっと今、忘れてください、その話。<laughs> あのはい、言い間違えました。はい、あの松尾さんの実は LINE でンで喋ってました、はい。いや、そうじゃない。はい、松尾さん、仕事でイライラ来る時あるでしょ。はいはいはいあ、まあ誰。誰でも仕事でイライラ来ること、1回、2回あると思うんですけど、はい、そんな人向けのね、ええゲームがあるんですよ。私、これで時々遊んでるんですよ。なんとはい、ちょっと動画、挟みますね。 スマッシュ・ザ・オフィスといいまして、はいはい、これまあイライラしてますね、はい、このイライラしたい人を iOS デバイス向けに iTunes a p Store でダウンロードできますけども、これ結構、これ無料の時に私ダウンロードしたんですけどね、今ちょっと有料になってたらごめんなさい、わかんないんですけど、結構スカッとしますよ。えっ、ー、と、松田さん聞こえてますあ聞こえてますどっちかというと映像をちょっと見つけてくだあごめんなさい、ごめんなさい。はい 要は、まあ、オフィスで一人残ってね仕事やってて、はい、もうついにイライラがこう爆発してしまって部屋中のものを壊,す壊しまくる、はい、壊せば壊すほど得点上がるんですよ。でなんかあのアイテムを拾うとなんかパワーアップしていって、はい、パソコン一気に6台一気に爆発とかねはい、はい、そういうコンボもできるんですよ。はいはい なんかあの犯罪ゲームのなんかオフィス版みたいな。犯罪ゲームの名前は何、えー、ですかもう犯罪ゲームって、はいまあ、いっぱいありますからねバイオレンス的なものどうしても、ね、オフィスにいてそういうああってこうでも現実にそんなん机ひっくり返してそんなにしたらあかんじゃないですか、はい <laughs> まあ、できないけどそういうののねちょっとうっぷんしにはいいんじゃないかなと。 思うわけですよ、はいえー、そこでですね、松尾さんと私は今、スカイプで話してるじゃないですかって、はい、もうその話、今言うんかいみたいなんですけど、ここで、ここで、はい。はい、えー、っとですね、あの、バイバーですか。ああ<ー>、あれね、マック版出たんですよ。あデスクトップ版が出たらしいですね。ええーはい。あのー、今ちょっとね、タイムライン流しますけど、これね、URL 長くてね、流れへん恐れあるんで。 えちょっともう短しますわ、ちょ短して、これでやっと長いと思いますけど、ウィンドウズ版、マーク版、両方出てるんですけども、これちょっと使ってみたいなと思ってるんですね、まだちょっと用使わないんですけど、ただ、iPhone アプリの Vibe ババで一回、やり取りしたことあったんですけど、はい、ちょっと聞くに足りない音やったですね、かなりノイズの多い、なんか、え、もう一回言ってみたいな会話になりましたけど。はい、はいはい 電波状況とか、あのあはい、デスクトップ版で試したといういや、それはごめんなさい、私が試したのは iOS 版だったんですよ。はいはいはい。はい、電波状況が悪かったわけではないか,、えー、かなり良好な場所でやってました。ですか、えー、だから、まあ、そういうもんなんかなというね、はい、ということだったんですけど。 えと今エンガジェットさんの、ね、サイトその情報をリンク出してますんでまた見てもらえたらと思いますが「無料 IP 電話の申請バイバーが、えー、WindowsMac 版を公開スマートフォンと同期」というそういうタイトルの記事でした常々もうす、まあ、我々以外でもそのポッドキャストをスカイプで収録されてる番組さんたくさんあって。 はい、もう逆にスカイプがもなくなったら番組立ち行かなくなるという方、かなり多いと思うんですね。でも、時々あるじゃないですかスカイプ調子悪いとねとか聞こえへんとか雑音乗るとかもうちょっと他にサービスあったらええのになとかね <laughs> ちょっと贅沢なことも時々思ってはいたんですけど。はい、まあ,あの お金あるんやったら、もう普通に電話でやってもいいんですけど、ね、<laughs> でも、普通電話で、三者通話でできま,すあまあ、われわれ使ってる iPhone でいうと、ええあの、キャリアとのなんかそういう契約がいるのかどうか分からないんですけど、ええ、ソフトバンクでも三者通話できたと思いますけどね。じゃあ、4人になったらどうすんねんとか、そういう話はあるんですけど。<laughs> まあねはい えと時政さんから昨日バイバーで話しましたが音質は悪くなかったですよとあそうですかはい、えー、ちょっとまた試してみたいと思いますけどね、はいえー、時間が23時50分ですね、はい、えとだいたい今ぐらいかもうちょっと下ぐらいから大江先生のコールがかかることが多かったんですけど、はい、ちょっと今確認しても今現在まだ大江先生のコールはないですねはい、はい 今日は大江先生外出をねされてるみたいであのアムステルダム市,市内のいくつかあの写真をアップされてましたねはい、はい、えーポロヒデさんから初めてのバイバー使い方と危険バイバー使い方と危険となんでこのバイバー使い方と危険が2回あるのかよう分からへんんですけどすいませんそういうタイトルなんですねありがとうございますはいえーメタ,ルメタルさんからアイチャットがあるさ はい、チャットで昔、ポッドキャスト収録やったことありましたよね。はいはい、もう我慢の限界を超えましたよね。全 <laughs> 然<の>、ね、僕、会話をする分にはあの困らない程度の音質だったと思います、うん、そうですか、もう録音,<う>音したやつを聞いて、ね、はい、これはちょっと無理やとしまし、ねまあ、スカイプの音質に比べるとやっぱり、えーえー、劣るという。ね、あの ちょっと収録したものを僕、聞いてないんですけどね。山村さん、当時そういうふうな感想でしたね。そ、まあ、うね、ノでしたね。舘、はいえー、野さんは、IP 電話同士で月額固定とああ、えっ、ー、と、IP 電話って今、今でもそのサービスはあり,ありますね。まあ IP、IP 電話はいろいろありますね。えっと、これ、おっしゃってるのはどうなんでしょうね。050電話っていうことじゃなくて。 ま、とにかく、いい音質で通話ができるんだったら、我々は、としては何でもいいんですよね。重量性じゃなくて。そう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 。安くきれいに行ければ、という感じですね。そういう虫のいいことを考えてるんですけど、今のとこスカイプが比較的安定してる感じですけど、我々がスカイプでやろうって言った頃から、もうだいぶ経ってるので、それ以外の テクノロジーっていうのもいろいろ試してみるいい機会かもしさああのー、ちょっと先イベントの話やった時に混ぜればよかったんですけどちょっと、あのー、今やっとその資料をたどり着いたんで今出すんですけどはいえー、とよくこの番組であの新しいこうアルディーノがどうしたとかラズベリーパイがどうしたとかえっといわゆるメーカーと呼ばれるね この何年かのこの、はい、ムーブメントみたいな、それの話のものを取り上げること多いですけど、はい、そのメイクという、まあ、元メーカーの元になったメイクという雑誌、アメリカで売られてるんですけど、メイク人っていうんですけどね、はいえー、これの、えー、イベントが6月に東京であるんですね、メイクカンファレンス東京2013というイベントで、えー、6月の15日土曜日、日本科学未来館で開催です。はい えとちょっと実費がかかって、えー、と前売りが3500円あ違うわカンファレンスに寄るのかなこれははい、えー、開催だそうです,れですこれ1日だけのようですねでいっぱいカンファレンスもあって、あのー、結構魅力的な、えー、内容となってますはい、はい、これも行きたいなでも東京やしな <laughs> <laughs>、えー、いやでも行けるもんなら行ってみたい気もするなとはえー、とこの中でねちょっと気になったカンファレンスのタイトルがあって えっとまあ今 URL 流してるんでまた皆さんそこをたどったら読んでいただけるんですけどねどれやったかなどれやったかなちょっと待ってねえっ、ー、とね今日見とってんけど、ね、ちょっと今ページ戻りながら読もうとしてますちょっとお待ってくださいねあ,あったあったあった、えー、そのカンファレンスの中飲んで、えー、と参加者駆動型イベントの未来メイクからニコニコ学会ベータまでというのねあのニコニコ学会ベータっていうのは やっぱり同じようなこのガジェット自作ガジェットのお披露目会やとかねああそういうバーとしてなっているところなんです,ですまあニコデモとか見どよく上がっているので知っている人は知っていると思うんですけどでメイクはメイクで、まあ、アメリカでもやっていることで日本でも、ね、結構イベントやっているわけなんですけど、はい、その両者の違いというね同じようにやっている内容のコミュニティ同士ではあるけども何がどう違うのかとか、まあ、そういったところのことも研究した事例をね これちょっとものすごく見たいな聞きたいなと、ね、思ったんですよね<ー>、はい、えっ、ー、とバイバーバイパー B ージャパン333からツイリオというタイムライン頂い,いてますけどこれはバイパーの人なんでしょうかそんなことはないですねはい、はい、えっ、ー、とウィンディーさんからは JJJ と書いていただいてますけどこれなんでしょうね これはですね、あま、はいはい、ちゃんを見てないとわからないんですよ。そういう言い回しが出てくるんです。はい、あのなんかそういう,そう、その地域の言葉のなんか,何ですかあ、実際にはすごい特定の狭い地域でしか使われてない方言らしいんですけど、どんな意味なんでしょう。あのお驚いたときに、ェっていうんです、てうそうなの 泉大津のところで「お前何とかやったんちゃうんけ」の時に「なとかやったんジェー」って聞くっていうあの「ジェー」じゃないね。<laughs> 今それを聞く限りでは違う違、ね、と思いますねはい、はい、あの「J」いや J 3つあるからねちょっと今日もううかにパッと見て笑ったことがあって、はいえー、YouTube ちょっと見てたんですよ、はい、であのボーカロイドで自作のアニメでね「あのミクミクダンス」っていうアプリケーションで初音ミク踊らせて で自作の音楽つけて発表するるこういういい人たくさんいるでしょ、はい、でそういうのを見てたらその,そのアーティストさんの名前がそこの説明の動画で出てくるわけですよその中にあの何だて「ジェジェジェの鬼太郎」という名前の人がいて「ジェイ」<laughs> 3つ書いてあるんですよで活にもそれ見て笑ってしまって「うまい」とか思ってしまったんやけど、はい、あのいやそれをその人こつ有名で今ウィンディーさん書いたんかなと一瞬思ったの その,の J3 つっていうのも、あまちゃん由来なんですよね。で、J, J を、はい、あのメールの中で、顔文字的に、その JJJ っていうのを表現するのを J3 つういう表現が、あまちゃんの中で出てきたんですけどね。だからその JJJ の鬼太郎さんっていうのも、それを意識している可能性はありますね。ですかね。 すすごいですね、はいえー、そんなわけであと夜放が3分前になりましたけどもさあ番組も佳境に入ってきます佳境じゃないけど佳境,てて佳境じゃないなんかこ,こ,これからなんか盛り上がり要素あるんですかねいつもの、はい、この時間帯になってこの前振れをするともうまた、はい、またそんな話やろうと、はい、ちなみに今日ってコマーシャル あの番宣ってもうややりましたあまだやっっててないどの番宣<の><の>う,うちの、だからのポッドキャストの。それ一番最初に、一番最初にやってます、ああやってます。はい、了解です。はいはい、えっ、ー、とですね、ちょっと今タイムライン流せるかな、流せると思いますけども、はい。えっ、ー、と、じゃあ、ね、また本の紹介ですよ。はいえー、もうすぐベタなタイトルの本なんですけども、はいえー、iPhone、iPad、企業活用完全ガイド。 もののすすすごくわかりやすいタイトルの本ですね日経 BP から2520円で、えー、今度発売になる本です。はい、でなんか帯にはね iPhoneiPad を導入せよと言われても困らない、はい、<laughs> あのこれってあれですかねあのそういう担当に任命された人が読まれる本っていうことですかねああそういうことを意識してるんでしょうね。 なんか松君、君、パソコン壊しそうやな、うちの側で十人に iPad 持たすから、君、ちょっと iPad の絵の見繕ってくれるかとか、言わわれるわけですねちなみに、うちの職場は僕よりパソコンとか IT 詳しい人いっぱいいるので、そういう状況にはならないですけども、そうな,んなんかそ,そういうところもあるかもしれませんよ、ねはいね、で、松尾さんが、え、俺、実は iPad よりも Windows8 のほうがええんやかなとか思いながら。<laughs> <laughs> でもそういう人もいるでしょうね、んゃうん自分で使う分には、アップ製品やけど、えー、会社で管理する分にはこう、ノウハウとかあるので、ウィンドウズが楽やなとか、あ,ね、まあ,あるいは Linux とかもそうかもしれないですけどね、そういう人はいそうですよね,ね自分だけ詳しくてもだめでしょ。はいはい、自分おれへんときに、じゃあ、なえなえさんに聞いといてって言っても、なえなえさん、知らん言ってるしって言われたらね、はい、困るし、まあ、そういう大変なこともね、あるでしょうね。 えーまあ、もう一つはこれは松尾さんにお詳しく分かっていただけるかなという本の紹介ですけどもねはい、はい、えー、と「キューベ b a s e 7実践音楽制作ガイド」おお<ー>これは、はい、どうでしょうガチでしょうあ、ねまあ僕自身は QBase ーー使ってないですけども、はい、音楽制作ソフトですよね、はいえー、でこの本の,あのブログで紹介している記事があるので URL 流したんですけど URL が途中で切れて流れなかったのでもう一回流しますね、はいはい、えー、っと今もう一回タイムラインに流しますのでちょっとお待ちくださいねはい流れました、はいえー、この u b a s e 7の <laughs> 音楽制作ガイドには ボーカロイドエディターォーキューベースにも言及してるっていはいはいはい。これが今注目らしいんですね。はいはい。えー、まあ番組でも前ちら、ポッドキャストもチラッと触れましたね。ねキューベース今、ポッドキャスト対応してるっていうね。はい。あ、ポッドキャストちゃうわ。ごめんなさい。ボーカロイド。<ー> <laughs> 今、ついつらいで相手チはい。ねえー、まあボーカロイド熱いですね。すねなかなかこの勢いを問われることなくね、そうですね すごいですね。うん、まあ、はい、まあ一時ほどの、そのすごい右肩上がり的な成長ではもうなくて、ちょっと今ね、あのー、緩いカーブになってんかも分かりませけど、それでもやっぱり、うん、成長してると思いますね。まあ、キューベスが、あのー、Mac、はい、版の方も、ボーカロイドエディターっていうのが、はい、使えるようになるんですかね。いやまあなので、はい、あのー、あえて Mac で。はい ボーカロイドやりたいなんていう方はすごく注目してるんじゃないですかね。はい、そう。思い出した、それで。さっきの上州屋の時になんで思い出せんかったんか思うんだけど、はい。先週ね、南海部品行ったんですよ。はいはいはい。バイクのちょっと部品いるからいうことで。はい、で、南海部品の中の店内アナウンスが、これね、昨日のポッドキャストの時にもね、なんで思い出せんかったんやろ。今のボーカロイドって聞いて思い出したんですけど、はい。店内放送流れてんなーって聞いてたら、 どう見てもこれ絶対ボーカルドに言わせてるよなっていうのやなんですよ。あそういう声があるんですそういう声で、あの、お探しのパーツはなんとかかな、えー、あの、えー、遠慮なくあの店員スタッフにご質問くださいみたいなことをね、まあ、ちょっとこういう文言やったかどうかちょっと忘れましたけど、大体そういう点のことを女の子が喋ってる店内放送なんですよ。はいはいはい。でも、その声がやっぱりボーカルドってよう聞いたらわかるじゃないですか。はい。あ、これ絶対そうやっていう。あんな感じなんですよ。 初音ミクの声じゃないんやけど、なんかそういう類いやなっていうのは分かったんで、そうですか、南海メ,メイトの椎名サちゃんがしゃべってるわけじゃないんです、ね、今 <laughs> 赤、赤いレギンスつけてるでしょ、今、今僕が見てるビジュアルは、はい、あの赤いレギあそうですか、いや、はい、その何回行ったとき、ポスターで見て、覚えてるんです,ですよ。僕もあの笑顔にねはい、はい あの毎朝はい、はい、癒されてますえほんまにあの割と会社の近くに何海部品あるんですよ、はい、えありましたっけはいああそれは知らんかったあ,あのーはい、あそこのとこ二周メーターのあたり、うん、はい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 えー、まあね何階部品もよういきますけど私はい、はいね、えー、あ皆さん夜の方変えていただきませんありがとうございますはいええー、ここのんさんからはワンボタンすっかり忘れてたとはい六画でもいいですから、はい、また見といてくださいねはい、はい えー、フライングニーキックさんから、アマチャンでは君に胸キュンがヘビローテ中。そうなんですよね。あの YMO の。そうですはい、はい、なんでまたいや、もうこれは、あれですよ。はい、あのー だからやっぱり80年代あの、2008年からスタートっていう舞台はそうなんですけど、うう80年代の要素っていうのをいっぱい取り上げるんですよね、はいはい、それこそ80年代のアイドルだったキョンキョン自身も出演してたり、役者として出演,出演してないんだけど、はい、80年代に。あのはい のこうアイドルのお宝映像なんかも挿入されたり、やっぱりこう恋をしてるっていうようなシーンで、はい、君に胸キュンがこう挿入されるんですけど、1>, はい、1回かと思いきや、もうなんか、はい、何,何遍も何遍も挿入されるって、はい、<laughs> なかなか面白いなと思い、はい、ながら見てますでも80年代やと、松尾さん、えーと、中学生、小学生。 僕はだから、胸キュンの頃、うん、小学生でしたね。はい、ですよね。はい、だから、まだその実、テレビで見るコンサートと、実際のコンサートの違いとかは、まだその頃あまりお分かりにならない、うん。それはもう写真ぐらいですかね。がね、うん、テレビの通りの人がいっぱいいたんですよ。チ <laughs> 巻き巻いて応援する人たちね。ああ、はいはいはい、えー。そういう熱いファンの人たちが、本当にいたんですよ。はい その会場に入らないと外でこう、うん、応援してるファンとか、はいえー、そういう人いたんですよすごかったですけどね。<laughs> <laughs> えー、なんでしょうね今,、ま、今もちろん AKB に始まりその、ね、すごいアイドルの潮流って、まあると思うんですけど、はい、なんかねあの頃の人らとちょっとまたなんか持ってるもんが違うなという同一人物じゃないからそれはそれでいいんですけど。 はい、違うなっていうのはなんとなく思いますねまあやっぱファンのあり方っていうのもまあどんどん時代とともにね、はい、変わってはいますよね,、うん、ねひょっとしたらアップルもなんか路線変えて日本のアイドル産業というのに目をつけてあの、はい、うちは携帯電話だけで終わりませんアイドルにも <laughs> あ<の> <laughs> アイドル産業にも着手しますみたいなこと言わないですかねま,す <laughs> まあ ただ、iTunes の、iTunes ストアの関わり方という意味では、はい、AKB もこう新しいのが出ると、どーんとトップページに表示したりとか、あアップルとしてというか、はい、iTunes 株式会社としては、結構意識はしている感じしますよね。はいはいえー、皆さん、アイドルの件いただきまして、はい、メタルさんはきょんきょんいいよね、そそられますもういいですね。はい、はい あ来週はきょんきょんがあ,あかん、ネタバレしたらあかんからっていうか <laughs> あの、ネタバレというか、もうすでに、はい、あの来週のちょっと予告映像がね、はい、流れたりしてるんですけど、はい、来,来週もキょんキょんのね、小泉日子さんってね、はい、私、加賀まりこさんの後を継ぐ感じになるんちゃうかなってずっと思ってたんですけど、あんまりそういう感じじゃないですね。 うん。かがまりこさんと言っそれはあれですか、役者としてのまあまあそうそう。<置>まあ我々そんなテレビのブランカーの通してしか知らへんから、まあそれを見た限りで言ってるだけなんですけど。 あの加賀まり子さんの若い時の感じが、小泉日子さんとちょっと私、共通するものを感じてたので、だからこれは加賀まり子さん、まあ、ほら、結構、今、あの言っと時加賀まり子さん、怖い女優さんみたいな扱いを受けてたんじゃないですか、すね、テレビで。はい、あの感じになるのかなと思ってたんですよ。うんでもそ、ね、そう感じはないですね,ね,ね。ないですね。なかなかね、その辺って難しいなと、人をこう予測しての、ままあまあ。難しいいいいと思いますはは えーとーはい、伊達政さん、iTunes には AKB 商法は通用しないとい、そうなんですか、iTunes って、ないやいや、そういう意味じゃなくて、はい、いわゆる CD を買ったら握手券がついてきますとか、そう,うとかそういうことをおっしゃってるんですね、はいはい、ダウンロード販売なんでもちろんそういうのはないですいはい、はい、なんかデジタルデータ特典みたいのが <laughs>、うん、ないのかどうかは分かんないですけど、とにかく握手券とか無理ですよね。はい えー、でもほら最近はほらまあローカルアイドルっていうんですかあのー、この地域にで活動してるアイドルっていう人もたくさんいるでしょああいろいろ聞きますね,ねでまあ今どれぐらいのレベルでこの地域になってるのかちょっと分かんないですけどまあ町単位っていうのも多分あると思うんですよはいはい何々市のアイドルみたいな活動してる人ね もう、あのー、団,地一団地の一棟あたりに一人のアイドルとか、はい、あのねそんななるんちゃうかなと、あと住宅10軒ぐらいの間で、<laughs> この中でアイドルの人とか、<laughs> <laughs> そういう需要ないですかね、それ。まああのー、あれですよすよごいこう 井戸端会議的なあれでは、はい、もうあの子はもう著ルのアイドルやねみたいなそういうのは昔からあったと思いますけどんかそれでこここし的なとととをやるということですか,とうことですかそういやつまりワールドワイドに大ヒットしてる アーティストアイドルもいるんやったらミニマムなすごい限られたエリアでしかアイドルじゃないんだけどでもその中で熱いファンがいるっていうそれもアイドルとして成立するかなと思ったんですよ、はいはい、ああいやそういうのもえ、ええ、ありやと思いますけどね、はいええ、えメタルさんが情報で商店街アイドルとかいますねとおお<ー>商店街アイドルああじゃあその商店街のイベントの時だけアイドルをやってあるそうなんじゃないですかね、はい え、ブラウンマンさん情報ですよ。アマちゃんのオープニング曲が iTunes で先行配信してびっくりしました。ああ、はいはいはい。あそうなんですか。iTunes 先行なんですね。はい。なんかリリースされたみたいな話は聞きましたけど、はい。はい。え、私今、アマちゃんって言いましたけど、発音合ってますアマちゃん？うん、いや、<laughs> アマちゃんって、アマちゃんでいいと思います。あ、そうですか。はい。はい なんか、アマちゃんやと、あのー、君はまだまだ甘いよ的な表現になってんかなと、ちょっと思ったんですけど。いや、はい、そういうニュアンスも含んでるんですよね、すかタイトルには。もちろん、こう、海に潜って、貝を取る、はい、あの、アマさんの意味も入ってるんですけど。はいはい、はい。プロヒデさんは iTunes で一曲について複数購入できるようにすればいいのにねと。そんなことした日には、なるほど。えらいことになるような気がしますけどね。 単クク、ね、にこう握手券ついてるついてないじゃなくて、はいお、好きなアイドルのやつを何か目当てに、はいはい、ただ、あれですよね、握手券っていう現物があるから複数買うんであって、はい、同じデジタルデータをたくさん買う、はい、まあそこに、ね、応援の要素があると、ファンは買ってしまいかねないのが、AKB の恐ろしいところですね。 えー、AKB の人たちもあれから増えないんですかよくほら、えー、SKE SK さん SKENMB 僕,僕も全然知らなくて山村さん大体その辺興味あるんですかあんまり詳しくないしくそのむちゃむちゃとかって興味はないけど。 でもあの今ね、いろんなブログ、ほらこう、ポッドキャストが有出のためにこうチェックするんですけど、はい、RSS フィードで、その中に、世界のアイドルっていうブログも、ちょっといくつかフォローしてて、なんと。でね、いろんな外国で、この,この人、すごいな、いろんな外国のアイドル調べて、このどこそこのなんとか共和国のなになにちゃんは去年から活動しててとかね、ちゃんと書、はいてくれてるんですよ。で、へぇ、そんなアイドル今おるんやとかね。 で大体あのアメリカのシンガーと呼ばれる感じのあ、まあ、アイドルアイドルしてないけどよくそういう若い女の人ヒットしてる曲ヒットしてるでしょあまあ具体的に名前ちょっとよう思い出せへんけど、はい、あの感じでやってるアイドルの人がやっぱり世界中多いですねどの国もああそうですあの日本のそういうグループでアジアが多いのかなああいうグループで、あのーまあ、テレビ出たりとか いいっぱい歌うたったりとかそういうアイドルはなんかヨーロッパとかはあんまりいないみたいなまああのちょっと前の世代だとこう、はい、イギリスですかスパイスガールズがスパイスガール、はいはい、ですねいしはい、はい、なんかあんまりお少ない気がしますねそういうのあるのかもしれないけどはい 日本でも有名になる人っていうのは限られてる気がしますね、えー。キマロキさんから情報で、ああ、大須商店街のアイドルいるじゃないですか、お U ですかーこれ、これ、はい、これ知らないですね、ちょっとグ<ー>グってみましょうか。はいかだんなさん、柏サービスエリアから参上って、今、お仕事中ですかね、ひょっとしてね、はいえー。そうそう、ジャカルタもね、あるんですよね、今、インドネシアのアイドルが面白いみたいですね、ときまるきゅうさん、きましたが。はい はい、OS u のね、はい、今、公式サイトを見るの、すてきですね。えー、サインデッドさんからは、はい、iTunes カウント総選挙、あそうやこれ、番組、今日始まる前に、iTunes のカウント500億ダウンロード、まだいってるかどうか調べたら、はい、さっき見た時点で49、497、498億かなんか、それぐらいでしたね。はい,はい。まだ1億以上、ちょっと、あの、待たなあかんぐらいですね。 そうですか。ね、ちょっとい、挑もうかなと思ってますけどね。マジですか。<laughs> あかんやろ、はい。もう、これからい、はい、えっと、1分間に1アプリぐらい購入する勢いですか。はい、いや、そんなの要せから。<laughs> ギリギリでやるだけです。ギリギリを狙って、はいはい、すごいですね。ね えー、たくさんの,あの3文字、アルファベット3文字アイドルグループの名前いただいてますが、はいえー、ブラフォードさんから OBT48、OBT48。ワンボタンということでしょうか。ワンボタンの、ねはい、ワンンボタンのリスナーさんの中から、はい、あの女性48人募る。48人も募るのそれはなかなか難しいないなかなか難しい全リスナーさん から見たらあのさすがに女性48人は聞いていただいてると思うんですけど、はい、なかなか手を挙げてくださらない気がします、はい差し当たりは、あ,の、はい、あれですよ、えー、ワンショルダーズのお二人を押していきます。だって、あの方は、まあ、イギリスへ戻られたんじゃなかったでしたっけあ<ー>と思ったんですけど、ちゃいましたかね。 えーはい、プロデューさん、最近のアイドル情報はウォーカープラス連載のポッター・平井の「激推しアイドル」がおすすめと。あポッター・平井さんねあ、よく言うト現場でお会いします。<laughs> はいえーはいはい、CMI 関西さん、そうです僕は現役の振りチ絵ミ親衛隊ですよ、親衛隊歴32年ですと。素晴らしいあの。一回あれ見せてもらったんですよ、親衛隊の人ってあのほら長い長欄みたいに刺繍書いて。はははいはい、はい あれをね、一回披露されてね、<お>すごかったですい、はい、堀ちえみさん、すてきですよね。ねえっ、はいえー、と、ゴーゴートリトンさん、なぜか SKE48 のポスターが私の部屋に貼ってある、2枚も。なんで2枚ないの、ねはい、えっ、ー、と、あのね、私、前も松尾さんに言ったかもしれないけど、アイドルの歴史で、女の子がたくさんたくさんステージにいっぺんにドーンと上がる。 アイドルたちって AKB とかおにゃんこよりももっともっと前に1回あったんですよね<ー>1973年か4年ぐらいにあ,あ,あかん物心ついてない頃や、はい、あの気分は大事っていう曲だったと思うんですけどなんかねマチャーキがやってる番組かなんかによく出てたんですよはいはい、はい、でそれはねボーカルとかセンターとかそういうのじゃなくて全員が同じ格好で同じように出てきて歌うだけだから、はい <laughs> はい、誰,が誰がメインなんとかいうの全然分かんないんですよ。でねこれ勘違いしてたら分かるかもしれないけど少なくとも15人から20人以上いたと思うんですよ。でそのまあ言ったらその番組の中でさ「じゃあ歌ってもらいましょう」って言ったらドッサーステージに上がってくるんですよはい、はい、その人らがで歌を打ってまたドサーッと帰っていくんですよ。はい、これすごいなぁとその時は思ってたんですけど。 それ以降、そういう集団で同じ曲をね女の人たち、アイドルで歌うってあんまりないなと思ってたんですけどみおんさんからはセンターはジュンさんでと言ててますが、iPhone コマンチ、すみません、今週は配信ないです、あのはい、ちょっとジュンさん、体調不良で収録間に合いません。このの不定期感ね <laughs> あのー iPhone 小町の魅力の一つかなと僕は思ってるんですけねまた今回も私がいろんな話振ってしまっていろんない,いらん話がいっぱい飛び出て全部使えないから全部切るという <laughs> <laughs> ことになりましたけどもはい、えー、あれはあれで松尾さん横にいたら大笑いできたんだけど、ね、ああそうですか、はいはい、えっ、ー、と NMA 歌郎さん「スクールメイツはちゃうな」と違いますスクールメイツじゃないんですよ ということで、まあ、スクールメイツといえばあの、ね、笑福亭笑平さんが入ろうとしたっていうのは有名な話ですね。あそうなんですかいや、あの方、なんかテレビアイドルになりたくて、あ<ー>スクールメイツ受けたみたいな話を前してありましたよね。はね、い。はい、結構そういう話をね、聞きますね。はいはいえー、ということで、なんか、大江先生のコールがないので、ちょっとここでは大江先生にもう一回こちらからコールかけてみましょうか。はい、もうひょっとしたらね、出かがけられててもおがりになってるかもしれませんので。はい まあそういえば今日は天気の話しませんでしたけど、今日大阪ごゴツ晴れて天気も良かったですね。そうですね。ええー、はい。昨日土曜日は雨すごかったですけど、ねえー、そう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 。ねあの中傘もささんと。ねえ、誰がですか。いや私ですけどね。あはい。はい、いや単に近所に買い物行くだけやったから傘面倒くさかったからもったいなかっただけ,<ー>だけのことですけど、はいはい、はい。ああでも大先生ダメですね。繋がらないっぽいですね。はい。はい。今週はちょっとお忙しかったですかね。 今日は大井、ねはい、先生はオランダ国王の王宮ですか、はい、そのあたりの写真、あと、はい、ワームステルダムの市の公文書館ですかね、はい、そのあたりで、こう、はい、レッツゴー3匹の銅像を撮られて、え、嘘、はい、ほんまにあれなんです、あのこうえー、とジュンさんと調作さんに突っ込まれるあの真ん中の方はどなたでしたっけ 庄司さ,さんですかはい、はいはい、そういう感じの銅像が <laughs> はい、はい、写真を撮,撮ってアップされてましたねあ,あ、はい、そうですかその写真って入れられそうかなと思って今ちょっと見てますあツイート拾えますかええ、今見ましたがこれそうかなって今ちょっと入れてみますねはいえー、このお写真ですか 確かに突っ込み入れてる部分ではありますけどね。はいはい、あの、いや、ま、突っ込みじゃないと思うんやけど、でも、ほんまにそんなポーズに見えるんだけが、<laughs> <か>すごいですよね。もちろん突っ込んでる、そういうジェスチャーじゃないんですよね。ジェスチャーというか、<で>そういう振りじゃないんでしょうね。ただ、ただレッツゴー3匹の、あの、お三人さんの突っ込みは、あの、定番の突っ込みは、はいはい、両側から、あの、庄司さんのほっぺたバチーンってこう叩いて、顔を挟むんですよね。 あそ,れそいつゴミだったんですよねそ,それもあって、僕が一番印象に残ってるのは、淳、えー、です、長作です、皆、春雄でございます。その時には、はい、ほっぺははたいてなかった気がする。ですかね、もしかして時代によって変わったりしますかはい えーと安倍通二さんからは、えー、と今、テレビでは乃木坂48の番組をやっています。ああ、はいはいはい、乃木坂48もね、よく話題になりますね。はいはい、はいえー。さあ、まあ、アイドル、最近のアイドル、私、あんまりこう詳しくないから、あんまりこう、わーっとね、燃えて話にならないですけど、昨日ちょっとある女性の方の話をね、ポッドキャストで話しましたね。はいはい、はい、はい。まあ、皆さん、また楽しみにしていただけると。 朝の電車の中の楽しみの一つとして、はい、さ、はい、<laughs> 朝の電車で限ってない限ってないですけどね、聞いていただけたらと思いまい、もう我々も,もう枯れた年齢ですからね、アイドルの話題ぐらいがもうなんか生きがいみたいなね、はい、そういう年代になってきました、ね。枯れた,とかなったら 枯れたとか言われる <laughs> <laughs> あのこれちょっと画面では分かりにくいですけど、私もちょっとそれなりに白髪がありましてね、時々は抜くんですけど、はいあの、時々いろんなこと考えますねそういう時は <laughs>、はいえー、まあ皆さん、どんなふうにされてるんでしょうか、はい。えっ、ー、と、はいあの、メタルさんからいい加減にしなさいというね、別のさんの、ちょっと文を書いてみました。 乃木,乃木坂、はい、48じゃなくて4646 46らしいです。あっ46なんですか。はい。すみません、すみません。はい、えー、っと、そんなわけで、まあ、あの今週もまた、ポッドキャスト3本、iPhone コマッチ、すみません、お休みですけども、えー、ポッドキャストの方はワームタンクをてますんでね、そちらをまたお聞きください。はいえー、今週は森先生、ちょっとつながらなくて、あのー、残念でしたけども、はい、またあの、ポッドキャストの方では森先生、喋ってらっしゃいますんでね、そちらでもお聞きいただけたらと思います。はい はいえー、それでは、あごめんなさい、ちょっとねあの、これ言うの忘れてたちょっと、ちょっと今エンディング鳴らしてるけど、これ言うの忘れてる方、これは新しい,、はいはい。新しいとか言わないで、はい、えっ、ー、とですねあの、これ忘れてましたよ、はい、ポッドキャストを聞いてる皆さんにはあの、ブログの方からコメントで寄せていただきますと、週にお一人の方、われわれ3人で選ばせていただいて、その方に、チ、えーロパワープラス2というバッテリーが、はい。 当選するという企画を今やっておりますので、はい、んなんと、はい、あの松尾の上州や訪問の写真でも意図せず写り込んだあのチーの、はい、えー、パワーグリップツという、はい、いやパワごすみませんパワープラスツ今写ってるやつですか、はい、そうそうそうはい、えー、が当たりますので皆さんふるっていろいろコメントをブログの方にお寄せいただけたらと思いますので、はい。 えすみませんでした、あのエンディング、長しでから思い出すという失態で大変申し訳ありませんでしたけど、はい、2>, 2台同時に充電か、なんかポッドキャストにコメントしようという文字もぴょこんと出てきて、お待ちしてます。はいえー、今度こそ、はい、ちゃんとエンディングを流します。すみません。松尾さんも、今、え、週、ー、ありがとうございました。はいえー、それでは次回の配信まで、オーぼー。ここ よろしくお願いしま